おはようございます。ジャスト株式会社代表関正樹です。今回ね、なんとかこう組織の話、経営の話なんだけど、はい、こう分裂していくよね、はい、こう企業が、はい、権限が異常する、これどう思う？あまり大きくなってしまうと、うん、それこそ統括できなくなってきて、うん、そうか状態になってしまうので、分裂するのは一つそういう意味で言うといい手なのかなというふうに考えていました。そう、そうなんだよね。でまた統合するのも、まあそれはそれでいいんだよね、はい、でちょっとね、サイドエフェクトっていう本、ニューヨーク、じゃあフィナンシャルタイムズかなの記者の、まあ女性の人類学者の女性が記者になって、そのこうなんかこのなんていうの、権力が分立して、そしてこうサイロ状態、サイロってはい、ね、牧場とかにこう穀物をこう入れて、はい、そうか、ああいうふうにこう分裂しちゃって、専門化して各セクションも専門化して、周りが見えなくなって、組織が崩壊していきますよっていう弊害を書いたんだけど、ね、はい、どうもね、その弊害ばかりでもないんだよ。分裂することか、うん、そうそうそう、はい、でうまくいく時期もある、はい、で統合してうまくいく時期といかない時期がある、はい、統合することによってこう、ね、戦略的になるんだけど、逆にワンマンになって戦略を間違えるこ、ね、はい、こともあるので、はい、これね、一概には言えなくて、はい、ちょっとね、中道の立場から見るとこれね、リズムがあるんだと思う。分離、この、うん、統一しようとする力も働いて、分裂しようとする力も両方働いて、この力がこう、なんていうか、交互にこう、はい、来てる感じ、はい、で、問題なのはどっちがいいですか悪いですかっていう話ではなくて、はい、こう切り替えをどううまくやるかっていう方が、はい、そこなんじゃないかなっていうのを気づき始めたっていう、まあ、ちょっとグラフ的に言うとね、例えばこれが分割していく力、はい、これが統合していく力、組織がね、はい、で、こうかちょっとややこしいかな、これで、まあここが均衡が取れてるところだよね、はい、ここまあ均衡が取れてる、こっちに行くと分裂、そう、分裂傾向が強くなって、こっちが、はい、統合、統合で、やはり組織は、なんだろう、こう行ったり、こう行ったり、こう行ったりしながら、行けるのが多分長持ちするんだろうと。はい。で、ソニーダメだって言うんだけど、ソニーがこのサイロ状態になってダメになったって言うんだけど、一回サイロ状態にしたことがあって、はい、5年から7年ぐらい、うんと利益出た時があるんだよね。はい、創業者の稲田さん、森田さんと、あれでね、ちょっと忘れちゃった、ごめんなさい、その引き継いで、井出さんとして引き継いだのかな、その時にね、結構利益出たんだよ、はい、その分割することに、事業部を分割して権限与え、はい、要はその分割して権限を与えたことによってやる気出るよね、そのトップは、はい、で、だけどやっぱ切り替えを間違えたんだろうね。でストリンガーっていうイギリス人だっけな、イギリス人だね、ストリンガーっていうイギリス人が CEO になったんだけど、はい、このサイロを崩せなかった、要はこの切り替えがうまくいかなかった、はい、でこのリズムがもう当然あるんで、どっちかにこう固定化されるってことはおそらく、はい、それこそが多分ね問題なんだと思うんだよ、はい、うん、でこのリズム知っていきましょうよ、でこの切り替えをどううまくいくっていうのが問題ですよ、偏ってはいけませんって、はい、まあそれだけの話なんですけど、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。